プロ野球セリーグ巨人に、0中日、25日、東京ドーム、巨人は両者無得点の7回に坂本隼人選手の決勝ツーランホームランで勝利。安倍晋之助監督は、開き直って1、2の3でいったからね。そういうのができるからこそね、ああいう場面で打てるんだろうし、と目を細めました。安倍監督も、全然打てる気しなかった。 と6回までチームは中日の王の雄大投手の前に無安打。それでも菅野智之投手もランナーを出しながらも、得点は許しません。痺れる投手戦の中、7回は先頭のモンテス選手がチーム初ヒットを記録。突破口を開いたモンテスのヒットも大きかった。と1アウトから坂本選手が初級のストレートを一振りで打ち返しました。今季、 坂本選手は6月に怪我以外では1年目以来となる2軍降格も経験。それでも優勝争いを演じる8月は16試合で打率、281と調子を上げています。この日も勝負強さを見せた35歳の一打には、なんか開き直って1、2の3でいったからね。そういうのができるからこそね、ああいう場面で打てるんだろうし。 しっかり割り切ってダイヤマ張っていったんだろうからと称えました。